京正弘は、韓国、広州広域市出身の元プロ野球選手、宇藤右打ち。高校時代は主に保守として活躍したが、他にも、投手、一塁手、二塁手、三塁手、遊撃手など、内野すべてのポジションで、プレーできる有望株だった。高校3年生の時、黄金四式大会の決勝戦では、先発投手として8回を無失点に抑えたほか、 打席では2打点を挙げて、甲州第一高校を優勝に導いた。この大会で優秀投手賞と最多打点賞を受賞した。2008年、ウリヒーローズで遊撃手としてレギュラーに定着し、若手の子をはじめ人と,と三遊間を組んだ。打つ方でも同年に8本塁打を放つなど、チームに貢献した。2009年は公式戦、全133試合に出場。 初の20本塁打超え、規定打席到達を記録し、韓国を代表するショートに成長した。2010年は2年連続で公式戦、全133試合に出場、自身初の打率3割を記録した。11月には、甲州アジア大会の韓国代表に選ばれ、大会通じて13打数8安打、3本塁打、8打点と活躍した。特に決勝戦では2本塁打。 高打点の活躍で、韓国チームの優勝に貢献し、平益免除となった。2011年は、打撃成績を落としたが、守備では一層安定したプレーを見せた。2012年シーズン上半期は、圧倒的な打撃成績を残したが、下半期に放火式炎の影響で成績を落とす。それでもオプス2位の好成績を残した。2013年シーズン開幕前の3月に、 開催された第3回ワールドベースボールクラシックの韓国代表に選出された。同大会では一時、ラウンド最終戦のチャイニーズ台北戦で8回裏に逆転決勝2点本塁打を記録し、勝利に貢献した。しかし、韓国は特殊点差の関係で一時ラウンド敗退となった。シーズンでは22本塁打、96打点を記録して、 ネクセンヒーローズの球団史上初のポストシーズン進出の原動力となった。2014年2月にネクセンの日本、沖縄県でのキャンプに先立ち、交流推進の一環として横浜 DNA ベイスターズの春季キャンプに参加した。9月の新川アジア大会では、韓国野球代表として優勝に貢献し2度目の金メダルを獲得。韓国プロ野球公式戦では、 遊撃手の年間最多本塁打記録を達成する40本塁打を放ち、打率356、35 117打点を記録した。なお、RC27 が1位、WRC プラス1位、WOBA1 位、ISO1 位、OPS1 位、O1 位,位を記録して、ほぼ全てのセーバーマトリックス打撃指標で1位の成績を残した。 オフの12月には、ポスティングシステムを使っての MLB 移籍を申請し、ピッツバーグパイレーツが500万2015ドルの最高入札額で交渉権を得たと発表された。2015年1月16日に、パイレーツと4年総額1100万ドルで契約した。これにより、韓国プロ野球から直接 MLB へ移籍した最初の野手となった。5月からレギュラーに定着し、 7月には、ルーキー・オブ・ザ・マンスに選ばれる。9月9日、シンシナティ・レッズ戦で、満塁本塁打を記録。9月17日のシカゴ・カブス戦で、クリス・コグランのダブルプレー崩しのスライディングを避けることができずに足に受け、左足の蛍骨骨折と、人体断裂の全治6から8ヶ月と診断され、シーズンを終えた。最終的には126試合に出場したが、 前述の故障離脱もあって、規定打席には届かなかった。しかしながら、打率、287、15本塁打、58打点、オプス0.816という好成績をマークし、ルーキー・オブ・ザ・ヤーの投票では3位にランクインした。守備では、遊撃手よりも三塁手を守ることの方が多く、三塁の、方では77試合で5失策、守備率、971、 DRS プラス4という安定した守備を見せた。遊撃の方では60試合で九失策、守備率961、DRS は0と平均レベルでこなした。2016年4月までは前年の怪我の影響でリハビリに励み、5月6日のカージナルス戦で復帰し、2打席連続本塁打を放った。六月十七日に十三歳の白人女性を 暴行したとして警察が捜査を進めた。女性が行方をくらまして捜査が進まない状態という。同年は故障で出遅れたため出場試合数が減少し、打率は前年より落ちたが出塁率は前年並みで同年はアジア出身内野手として MLB 史上初のシーズン20本塁打以上を記録した。オフの11月15日に第4回 WBC の 韓国代表に選出された。しかし、12月2日に、韓国で、飲酒運転、及びそれによって引き起こした、物損事故、現場からの逃走、身代わり出頭により立件され、2017年1月2日には、検察に送致された。12月9日に、背番号を16に変更した。2017年1月4日には、この飲酒運転事故が要因となり、 選出されていた WBC の韓国代表から外された。前述の飲酒運転及び物損事故に対して3回目の逮捕事例であることを重く見たソウル中央地方裁判所は3月、今日に対して懲役8ヶ月執行猶予2年の判決を下した。今日側は、この判決ではメジャーリーグでの野球生命が絶たれたも同然であると、量刑を不服として控訴したものの、 控訴は棄却されている。有罪判決が下ったことにより、アメリカ当局から就労ビザの発行が却下され、さらには飲酒運転の件を隠して、エスタを申請したために承認を拒否され、就労ビザ以外の短期ビザでのアメリカ入国もできなくなった。これらの騒動を受けてパイレーツは今日を年俸支払いの必要がなくなる制限リストに掲載、アクティブロースター、 および40人ロースターから除外する処置を取らざるを得なくなった。今日はそのまま渡米することなく2017年シーズンを終えた。2017年9月6日には2度のアジア大会優勝に貢献したことで受け取っていた毎月30万ウォンの体育年金が剥奪されたことが明らかになった。就労ビザ取得がどうなるか不明ではあったものの、パイレーツは今日に 実践感覚を保たせるために、ドミニカ共和国のウィンターリーグである、リーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナに参加させ、アギラスシバエーニャスに所属させることになった。しかし、24試合に出場して84打数12、アンダ、打率、143、1本塁打、10打点、31三振で4失策と低迷した、ことで放出された。 2018年も前年と同様に就労ビザ取得に失敗し制限リストに掲載されたままで契約最終年度の開幕を迎えることとなったものの4月末には就労ビザが発行されたことがアナウンスされたマイナーでのリハビリを経てメジャー復帰を目指すとされているその後シーズン最終カード初戦となる9月28日にメジャー復帰し同日のレッズ戦では 代打で登場して、アンダを放った。しかし、同日中に、球団側は2019年の契約オプション権を行使せず、今日が FA となったことを発表した。11月8日に、パイレーツは1年総額300万ドルで、改めて契約を結んだことを発表した。2019年、開幕前のスプリングトレーニングマッチに15試合出場し、打率238、 7本塁打、打点11を記録した。しかし、レギュラーシーズンでは10本塁打を記録するも、打率1割台の成績不振により同年8月4日、解雇された。2020年5月25日、過去の3度の飲酒運転に対して、久保の賞罰委員会より、任意脱退から復帰後、久保リーグの選手登録の時点から1年間の勇気、失格。 放仕活動300時間の制裁が課された。2020年6月、韓国に帰国して飲酒運転に対して謝罪する、記者会見を開くも、古巣でるキウムヒーローズへ復帰する申請を撤回した。これにより、彼の韓国球界復帰は事実上不可能になった。強い手首の力を利用し長打力を備えており、引っ張り、中心の打撃スタイルで、 左方向への打球が多い。2011年にゲイリー・シェフィールドは、京正ロについて、体格が良くて、肩が強い。バットスピードも速い。身体能力が高く、すごい潜在能力を持っている選手だと語った。憧れの選手は秋モ守であり、将来的には、メジャーリーグで秋モ守と同じチームでプレーすることが夢だと、話していた。 普段は無口で静かな性格だという。そのため、休みの日はあまり出かけることなく、家で映画を見たりテレビを見たりすると語っている。ありがとうございます。